たまに見る保護犬のなんかお涙ちょうだいっぽいサムネ撮ってみた。どうもこんにちは、保護人間のバリーです。ということで今回はですね、マルフィー1週間あれから1週間さてマルフィーです。だいぶねいい感じになってきましたよ、マルフィーね。まーちゃんね、すごいね落ち着いてきたね。マルフィーだいぶ落ち着いてきたよ、ほんとにね。え、かわいいでしょ。マルフィーかわいいから、もうちょっとあっち見てね。なんなの、もうなんなのよ、あなた。あなた、なんでそんな可愛い顔してんのよ。はい、ということでね、またマルフィーの紹介していくんですけど、もうなんかね、だいぶ良くなったね。まず、下痢、収まりました。で、あとね、どこだったかな、こういうところ、こういう足の毛とかをね、自分でガシガシね、自傷行為でかじっちゃってたんですけど、まあ、名残というかまだ残ってるんだけど、自分でね、もうなんか噛みまくったりとかっていうことをすることはね、なくなってきましたね。もうだいぶストレスは抜けてきた感じはする。うん。ご飯も食欲旺盛よ、この人。ほんとね、いいことなんですよ。人間のご飯もらってたっぽいんですよね、マルフィーは。で、まあ、相変わらずね、僕がご飯食べてると、美味しそう、美味しそう、ください、くださいって来るんだけど、だけどね、大丈夫。来るんだけど大丈夫って感じ。本当に食べたりはしないっていう感じです。すごくね、お利口さんです。で、自分のドッグフードももりもり食べるしね。でね、しょっちゅうね、いたずらしてね、なんかね、キッチンのあたりとかをね、うろついてね、なんか食べるもんないかなって探してるんですよ。で、たまにね、クイックルワイパーのなんか、なんか袋みたいなの見つけてね、取ってってね、遊ぼうとするんでダメだよって言うと、まあそういう、あれよ、なんかトイガード的な、そういうのはあるんですよ。うん、あるんだけど、ダメだよって言うとね、話します。ちゃんとね、歯、わきまえてますね、この人は。うん。ちゃんとね、やっぱトイプードルだからそういうところですね、すぐね、相手を見て、あ、この人多分このままやったら怖いなって思ったら、すぐ話してね。行くんだよね。どこ行くんですか、あなた。あなたどこ行くんですか。せめてさ、顔見せなさいよ、あなた。ちょっと可愛い顔してんだからさ。ねえ、マルフィー、可愛いね。ほんとさ、マルフィーって、どうなの？可愛いと思いません？でもほんと良くなった。うん。ほんとに、落ち着いてくれてるのがすごい嬉しい。この前火曜日にね、動画出したばっかりですけど、ほんとマルフィーね、落ち着いたよ。もう、いい感じ、今は。今はほんといい感じで、こうやってね、フリーにしてる時もあるんですけど、一日の大半はね、もう最近サークルの中で静かにしてます。もうほんとクレーターの中でね、一人で静かにね、してるんですよ。だから、もうなんか、こうやってフリーの時も別に、なんかね、フリーもね、ほっとくとね、いつの間にか帰ってたりするんですよ。うん、だからなんかもう居場所が完全にクレートっていう風に今はなってる。だからそれがいいよね。うん、って感じ。うん、なんだよね。すごい可愛い。すごい可愛い。14歳。でもさ、ほんとコメントとかでもあったけどさ、14歳にはとても見えないっていうコメント結構入ってたけど、ほんとそうだよね。ね、なんか去年いたら、レオ、今はサクっていう名前ですけど、あの子の時もそうだったけど、ほんと14歳とか15歳には見えないよね、この人ね。可愛いんだよ。お利口さんなんだよ。で、何したら噛むんだっけ、あなたっていう感じ。うん。全然大丈夫。マルフィーには噛まれてないんじゃないかな、僕。多分。あっちのね、ちっこいトイプーには噛まれたけど、この子には噛まれてないですね。なんかね、ちょっとね、目がね、充血してたんだよね。それ大丈夫かな。なんかもう初日すごかったからね、この子。もう、もうだいぶ治ってきたな。なんかね、目がね、赤く充血しちゃってたんだよね。なんかもう、ものすごい剣幕でさ、最初ってほら、保護されてすぐってクレート入れなきゃいけないじゃないですか。で、連れて帰ってくる時もね、クレート入れてたんですけど、もうその時もすんごい、こんな顔して吠えて、出してって言ってたからさ、もう多分それでだね。それでね、もう目の血管が多分何本か切れたのかね、目が赤くなってたんですよ。でもそれもね、今は治ったかな。ちょっと見せて、もう一回。もう一回見せて、あなた。ね。もう治ったね。よかった。
それだけが心配だったよ、僕は。もうすごかったんだから、もう目ばっかりになっちゃってさ。まあでも人間でもそういうことあるのかもしんないね、ストレスでね。おお、大丈夫か。大丈夫か、お前さんさ。まあ本当はさ、こういうさ、ね、特におじいちゃんがいるから、ラグをね、地面で床に敷いた方がいいのは分かってるんですよ。ただね、本当にね、保護犬いっぱい来るでしょ？一匹でもね、そこでトイレ覚えてない子がトイレしちゃうでしょ？もうみんなそこトイレだと思ってね、みんなそこでトイレしだすんですよ。だからね、僕カーペットを一時期はもうしょっちゅう洗ったりしてやってたんだけど、もうダメだと思ってね、やめちゃったんだよね。本当はね、うん、足にも良くないからさ、ラグ敷いた方がいいのは分かってんだけどね。で、ちなみに、マルフィーはね、あれよ、ちゃんとトイレ覚えてますよ。この子ほんとね、お利口さんなんだよ。うん。何で噛むんだったかあんまり覚えてないんだけど、全然ね、大丈夫。うん。またこれがね、2、3週間経つとね、また出てきたりするのかもしれないけど、うん、その時はその時でしょう。ねえ、もうすごい甘えん坊さんですよ、マルフィーは。マルフィーはね、すっかり甘えん坊なんだけど、チャーチルはね、意外と静かにしてるんですよ、こういう時。ほら、こんな感じで静かにしてるんですよ。本当はさ、チャーチルとマルフィー結構仲いいから、今日二人が仲良く遊んでるところの動画撮ろうと思ったの。なのに、チャーチルの紹介動画の時に結構二人でね、一緒にいたりしたんだけど、今回全然来ねえ。これがね、犬のね、動画の難しいところなんですよ。思った通りやってくれないのよ。うん。だから、まあ、今日は、マルフィーのね、その後っていうことで、まあ、いつまでうちにいるかもわかりませんから、うちにいる間にね、いろいろ撮っとこうかなと思って回しております。まあ、こんな感じでね、結構ソファーにもね、一人で乗ってきてね、こうやって静かにしてますよ。僕がよくね、隣でパソコンとかいじってるでしょ？そうするとね、こうやって横にいてね、じーっとこっち見たりしてくるんですよ、マルフィーが。可愛いんだよ、マルフィー、ほんとに。まあ、マルフィーね、こんな感じでね、結構ソファーの上でね、こうやってぐで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 してますね。あ、まだやってるね、これね。だいぶやらなくなってきたんだけどね。前、だから先週の時はもうこれひどかったからね。もう血出るんじゃないかと思うぐらいやってたもんね。マルフィー、やめとき、やめとき。やめな、やめな。ほいほい。やめな、やめな。ね。みたいな感じで気をそらしてあげる。まっ！まるまる！まる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 ！みたいな感じでね、気をそらしてあげたりしてます。まああんまり意味はないんだけどね。うん。まあでもさっきも言った通りですね、結構、まあ今ちょっとね、ケージっていうかサークルの扉を閉めちゃってるんで入れないんですけど、普段はね、結構サークルの扉の、サークルの中にね、勝手に戻ってってね、静かに一人で過ごしてますね。うん。まあ、結構甘えん坊だから、出してっていう時もあるんだけど、まあ、出してって言われる時はね、まあ、静かになったら出してあげるみたいな感じでやってますかね。うん。ね。とにかくね、この子はビビリちゃんでね、ムーランが怖くてたまりませんから。ムーラン怖いよね、あの人ね。あの柴犬怖いよね。もう近く通っただけで吠えられるもんね。怖いんだよね、ムーランがね。本当にあなたは可愛いですね。で、散歩もね、すごいお利口さんでね、いい子ですよ。うん。今、マーフィーと、まあ、マーフィーじゃねえ、マルフィーと、チャーチルとね、結構二人で一緒に散歩行ったりしてるんだけど、すごくね、お利口さんに二人でね、テク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 歩いてますね。可愛いんだよ。これ可愛くない？ヘニョンってしてるマルフィー。ヘニョルフィー。ヘニョルフィー可愛いよね。ヘニョちゃん。ヘニョニョン。ヘニョルフィー。誰がヘニョルフィーやねんっつってる。トトロもあんな顔になるよ、そりゃね。結構さ、最近暑いじゃん。夜。で、なんか、ミノトもうるさいしさ、暑いしさ、よく僕ここのソファーでね、寝てるんですよ。そしたら、ああなっちゃった。トトロがこうなっちゃった。なんか、こういう感じ、すごいトイプードルっぽくない？なんかこの感じ、すごいトイプードルだよね。まあ、トイプードルだからね。ね、牛とトイプードルのハーフって僕は呼んでるんですけど。マルフィーすごい可愛いよね。ほんと。ね。
早くストレスがなくなってほしいよ。っていうかもう、ほんと早くこういう子はね、早く里親決まってほしいね。なかなか決まんないのかな。でもセンター長も支部長もね、なかなか、まあ今うちにいる子たち、まあチャーチルは可愛いから別かもしんないけど、ムーランでしょ、この子でしょ、猫2匹でしょ、もう決まんない子ばっかりうちにいますねって言われてます。まあいいんだけどね。決まんなかったら。まあでもほんとね、マルフィーもし本当に決まんないんだったらもううちで買おうかなって感じはする。結構精神的に弱いからね。まあでもどうだろう、レオよりマシかな、今で言うサクね。レオはさ、最初の方ご飯食べもしなかったからね、それよりはマシかなって考えると、別にうちじゃなくても大丈夫なのかもしれないなって思っちゃいますね。まあちょっと猫はね、考えてます。あの猫エイズの子はね、ミノとは大丈夫でしょって思ってんだけどさ。あ、だからもうほんとさ、保護猫動画もちょっと上げなきゃなと思うんですけどさ、保護猫動画ってね、やっぱもうここ3年ずっと保護犬動画だったでしょ。だから保護猫は回らないんですよね、なかなかね。だからちょっとショートでね、まずは猫、保護猫層のファンを獲得していこうかなんてね、よくマルフィーと打ち合わせしてるんですよね。僕可愛いから数字取れるよっつって言ってる、よく偉そうにっつってね。まあでもこの子も絶対さ、自分可愛いのは分かってる顔してるよね。本当甘えん坊でね、可愛い子なんですよ、うん、まあみたいな感じでね、今日は、まあ、またなんかちょっとガシガシをちょっとずつ始めてるので、まあもしかしたらね、この撮影自体がちょっとストレス感じさせちゃってるのかもしれないので、今日はねこの辺で終わりにしたいかなと思います。もしね、このマルフィ、ぜひ次こそは幸せになるんだぞ、これは老犬の希望の星なんだぞっていう風にね思ってくれた方はね、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それじゃあね、また次の動画でお会いしましょうね、まるくん。まるまた来週いるのかな。もうちょっとね、元気になったら元気になったところもお見せしたいんですけど、どうなんでしょうか。まあとにかく今はもうゆっくりさせてあげるっていうのを第一優先でやっておりますので、まああまりストレスかけないように本当にこの辺で終わりにしたいと思います。それじゃあまた次の動画でお会いしましょう。失礼しまーす。あ、なんか最後の最後にすげえ可愛い顔してんだけどね、これはもうちょっと撮りたいよ。これはカメラマン冥利に尽きるって感じですよ。うん、もうやめてくださいって。はい、わかりました。すいませんでした。失礼しまーす。